際怖い人っすやめた方がいいっす。まずは声かけてみよう。すいません、失礼します。あの、俺たち友達部かっこかりというものなんですけど、よかったら部活に入りませんか。いいけど、幽霊部員でいいなら。幽霊部員、俺はやだ。一緒に部活楽しもうよ。じゃあ入んね。やだ。一回入るって言ったのにかっこ悪い。ちゃんと入ってくれるまで毎日来るから。毎日突撃作戦っすね。名前出さ。すいません、めちゃくちゃなやつらで。じゃあまた来るね。帰ってきまーい。なんだあいつ。今日はみんなで、ね、トランプします。トランプ持ってきました。さすがリデコくん、用意がいいっす。いい子大富豪したいい、ね、はい、リオンくんも参加ね。今日は人生ゲーム。俺っちの家にあったやつ。楽しそう。はい、これリオンさんのレッス。絶対一番お金持ちに。うわー、猫ちゃん拾った。財布なくした。お金持ちと結婚して玉残しに。宝くじ当たった。じゃあ俺っちも宝くじ。外れたぜ。ムカつく。じゃあゲーム屋さんで面白いの見つけたから買ってきちゃった。さすがリーコちゃん。どうやってやるんだろう。説明書ちゃんと読もう。リオンくんも参加ね。はいはい。リーコに誘ってもらえてるんだから、もっと礼装にして。こんな可愛い子に誘ってもらえて光栄だな。よろしい。見てください。謎解きゲーム。何それ。結構難しそう。あんたも頭は良さそうなんで、ちゃんと参加するっすよ。まあ、お前よりかは頭いいだろ。どっちが謎解けるか勝負ぜ。名探偵リトラ、果たして名探偵リオに勝てるのか。無理そう。無理そう。今日のゲームはまたまたボードゲーム。なんとリーコちゃんとゲーム屋さんに寄ってきました。ずるいっす。面白そうなゲームいっぱいあったよね。今度みんなで行こうね。俺たちってほぼボードゲームなんじゃん。最近室内のだけだから。今度はカラオケとか行くからね。リオンくん、カラオケか。女の子としてそうっす。リオンくん、カラオケうまそう。興味あるか。は、何、近寄んないで。面白い女。面白い女だ。リーコちゃんに近寄るなんす。明日は何のゲーム。何を楽しみにしてんだか。青春はバスケに捧げた。体育館に響くバッシュのボールの感触。初めてできた仲間たち。楽しい時は一緒に笑い合って、辛い時は一緒に涙だって流した。うちはバスケで有名な学校じゃない。決して弱いチームじゃない。仲間にできないことがあるなら俺がその分頑張ろう。こいつらと少しでも長く一緒にいたいから、毎日死ぬ気で練習した。そして時は進み、ついに決勝。これに勝てばインターハイ。いつか一緒に話した夢を叶えるためにがむしゃらに走って、一生懸命点を取ってハイタッチをしようと振り向いたら誰もいなかった。試合のことはそっちのけで、ボールを追おうともせず、楽しそうに話している仲間たち。何してんだって言ったら半笑いで公開されたよ。お前についていけねえってさ。そこから先は地獄だった。俺にパスなんて来なくて、俺からのパスも誰も受け取ってくれなくて、一人でゴールを決めるたびにこれまでの思い出が全部黒く塗りつぶされていくようで、仲間なんて最初から誰もいなかったんだ。俺は最初から一人でバスケをやっていた。それに気づかなかっただけ。頑張れば報われるなんて嘘だ。努力なんてバカらしい。人生適当に生きるくらいでちょうどいい。そう学んだ。そしてあの日から俺は一度もバスケをやっていない。今日はカラオケに行きまーす。やったー。俺っちの歌声でリーコちゃんをメロメロにするっす。無理だと思うけど。なんでそんなこと言うんすか。突然押しかけてきて、毎日くだらないゲームをして、別に大したことはやっていない。なのに楽しかったあの日々を思い出すのはなんでだろう。リオンくん、ね、そろそろ部活入ってくれる。さあな。え、何その反応。入ってくれそう。ほらか。ほらもう早く行くっすよ。待って。ほら廊下走るな。リネコくん真面目。怪我とかしたら危ない。リコちゃんにアピールすんなっす。それから数日後、友達部かっこ仮の部員が正式に5人になったのでした。